はいみなさんこんにちは村長です今日は先日から僕が作ったオリジナルのチャット GPTWindows 版ですけれどもこれのアップデートをしましたバージョン1.3です無料で使えますので是非皆さんも使ってみてくださいそして今日は1.3の目玉のアップデートのことを画面に表示しています これどういうことっていうふうに皆さん思われると思うんですけれども僕の開発したチャット GPT はシステムロールという技術を使ってなるべく専門的なアシスタントそういうのになれるような進化してきていますここの画面にありますように最初は基本とお遊びというふうになっていますけれども この基本と遊びですね。この左の方。これをバージョン1.2の時に追加をしたんです。どういうことか。この ChatGPT API のシステムロールということについて少しお話をさせていただきたいと思います。システムロールというのを簡単に説明しますと、専門的な形で ChatGPT が成りきってくれる そしてその回答になるべく正確にそして的確に答えてくれる。そういう命令をしていくこと。それのことをシステムロールと言います。それを前もってチャット GPT に投げかけておくと、とってもチャット GPT が専門的な、そしてこちらの意図に合った答えを返してくれる。 とということです一番わかりやすいのが「お遊び」と書いた語尾に「ラッチャをつけてくれるアシスタントというふうに書いていますこのように呪文のようなシステムロールを向こうに投げかけておくと語尾にラッチャというようなものをつけてくれるということなんですそれを応用しましまて今回のの1.3では下の方に 専門性というのが6つあります。まだまだこれを増やしていく予定なんですけれども、この専門性と書いたのは、まあ今は僕が一番気になっているようなことを6つ挙げたわけです。d t m というのは DTM に精通してて、分かりやすく解説をしてくれる音楽家。 これがチャット GPT の振る舞いになるわけです。それと同様にシステムエンジニア、プログラマー、料理研究家、ビジネス情報、旅のアドバイダー、こういうことでなるべくその分野はしっかりした答えが出てくれるようになります。では、この辺のところをわかりやすく実演をしていきたいと思います。はい。 それでは実際実演をさせていただきます。最初立ち上げた時というのはですね、普通のチャット GPT と変わらないように日本語で問いかけると日本語で普通に返してくれます。ちょっとこんにちはと打ってみます。はい。このように出てきましたね。これはもう至って普通のチャット GPT ですよね。 それで、このソフトを作りかけて、途中でですね、じゃあもっと楽しくできないかな。同じようなものであれば、別に僕のソフトを使う意味が全くないですので、ちょっとそこを頭をひねりました。見てみてください。ここに、ラッチャーとかドリアとかっていうのありますよね。ちょっとこれをやってみます。そうやっておいて、 「こんにちは」と同じように打ちます。「ラッチャゃ」と出ましたが何か話ありますかと打ってみます。今日は天気が良くて気持ちがいいラッチャゃというふうにこのように語尾にいろいろつけます。長い文章の場合は2回以上つけることもあります。これは面白いなというふうに思いました。それでですね、今度はこの複合顔文字というのを考えました。 これは単に決まった顔文字だけじゃなくてチャット GPT がいろいろ知ってるこの日本のキャラクター顔文字をその場面場面に合わせて出してくれます。まあ、合わせてっていうのが100点かどうかはわかりません。でもちょっとやってみたいと思います。今日の楽しい話何かあるというふうに打ってみます。 考えている間は右側のボタンが赤くなります。はい。最後にこういうのがつきましたよね。そして、花の種類で何が好きというふうに聞いてみます。はい。今度はですね、このように途中にも最後にもつけました。もう少し長い返事が返りそうな文脈を打ってみます。 はい、日本の人口で2020年についての考察を教えてこうしときましょうか僕のチャット GPT はずらずらずらっと出てくるんではなくて話をまとめてから瞬間でこのように出しますこの話の内容というのは高尚な話ですよねまあ高というか真面目な話と言ったらいいんでしょうかそういう時はこのようにですね 出さない場合の方が多いです。そのように僕がプログラミングをしてるわけです。そこで、まあ、プログラムの話がちょっと出ましたけれどもですね。これってどういうことかというと、まあ、YouTube なんかを見てくれていたらですね、少しそういう言葉も出てくるんですけれども、Chat GPT API という心臓部分を使ってプログラミングをしてるわけですね。その時に、 システムロールという言葉があります。いわゆるチャット GPT をそれになりきらせて話をする。もしくは自分たちがなるべく専門的な答えを出してほしいから、それにうまくですね、対応したようなチャット GPT になってもらう。開発会社さんは 今、それについてものすごく研究をしていると思います。いわゆるチャット GPT を専門的に掘り下げて使っていくためです。僕はそれをいち早くこのソフトに導入しました。一番簡単な先ほどのダッチャを考えてみてください。いつもいいタイミングでダッチャーを入れてきます。そして僕の複合顔文字というのは 途中にも、後ろにも、いろんなところで出てきます。そして、謝るようなことが出てきたときは、ごめんなさいのマークが出てきたりします。それもプログラミングしています。ちょっと打ってみます。今日は怒られる話はしませんでしたかちょっとこれでは出ないかな。 最後に出ましたね。いいえ、今日は怒られる話はしませんでした。私は新人アシスタントとしてお客様に喜んでいただけるように最善を尽くしておりますのでどうかご安心くださいませ。というように恐縮したり頭を下げるような場面ではこういうのが出てくる確率が多くなります。まあ、9割方ぐらいは出てくるようにプログラミングをしています。プログラムと言いましてもですね 通常のプログラムというよりも、そういうふうに喋ってくれるアシスタントになれるような呪文のようなものを投げかけてるんです。ここでです。どうしたらそんなふうになるのかなというふうに考えると思うんですけれども、ちょっと秘密の部分をお話しします。はい。ここに書いてあります。よく見といてくださいね。 もしあなたがプログラムのこととかを研究している方ならばですね、僕の作りかけたソースコードをチャット GPT に見せました。僕の考えていることを言いました。そして僕のやり方でシステムロールをよりうまく作る方法ということでいろいろディスカッションをしました。まあ、システムロールの例としましては以下に挙げるようなものがあります。 ということで、まあ,あの僕がプログラミングをしてる話の途中でしたから、ちょっとこういう難しいですね、えー、ネットワーク管理者とかセキュリティ管理者っていうような、まあこういうものになりすませるよという話を教えてくれましたが、 もちろんシステムの種類や用途によって必要とされるシステムロールは異なってくるかと思います。ということで、ここで Python プログラムに最適なシステムロールを教えてと言えばですね、このようにまた同じようにエンジニア系の話が出てきたんですね。そしてここで英語の例題を出してくれたんです。でもですね、僕はそういうようなものじゃなくて、 僕のこのここプログラムですね、えー、これをまあ入れてるんですけどダッチャの場合だったらこういうようなダッチャーをつけるアシスタントですというようなことをこう入れてるんですけれどもここでですね入れ方を聞いたりそして音楽のことを聞いたんです僕の専門は 音楽のサウンドエンジニアですので音楽で今後チャット GPT を使っていきたいなというふうに考えてるんですけれどもですね音楽家とか作曲者というふうに言えば音楽に強くなるっていうことは無理なんでしょうかというふうに聞きましたら Python というプログラム言語はと言って僕の話を少し勘違いしましたラッチャーをつけてくれてるように 音楽家といえば音楽に良い答えを返してくれるかという意味で僕は聞いてるんですよということでとってもここ重要ですシステムロールとしての機能という観点では音楽家というシステムロールは作成できますがその場合どのような種類の音楽についての知識が必要かについて明確に定義する必要があります というふうに教えてくれて例えばクラシック音楽に精通して音楽理論について知識がある音楽家というようなシステムロールを作成することができるということですねこの場合 API にそういうような質問を対応させることができるようになりますよということです DTM についての僕のこのちょっと使っている変数とですね まあこういう言い方がいいですよみたいなことを教えてくれましてですね。ここで重要なことがあります。じゃあチャット GPT にその呪文のようなものを純正のチャット GPT ですよ。それに入れたら同じように返ってくるのかというふうに、それなら簡単ですよね。何も僕のソフトがいらなくっても いいわけですからブラウザの純正の GPT にですね DTM に詳しいプロンプトを入れたからってチャット GPT の回答が効率的にはならないですよねと聞きましたそしたらこ,こから重要ですおっしゃる通り純正チャット GPT の場合プロンプトを入力したからといって API の回答が効率的になるとは限りません プロンプトはユーザーに対してのシステム側がどのような情報を求めているかと明確に伝えるものでありユーザーからの質問の内容に応じた答えを返すために必要なものでもないです。だからそのチャット GPT の純正 GPT ですね。これに入れたからって言ってそういうふうにはならないということを言っているんですね。 プロンプトにはユーダーに対してのシステムがどのような情報を要求しているかということがそれが重要であってユーダーからの正確な質問を引き出すためのものであるためユーダーにとって分かりやすい単語を使ったりシステムロールを明確に定義することで質問の内容が 適切になっていきます。プロンプトというのとシステムロールというのは違うということですね。このようにしながらですね、まあもっとちょっとお見せできないところもあるんですけれども、チャット GPT と僕のプログラムを見てもらいながら打ち合わせしていきましたので、まあとっても面白い回答が返ってきたりするようになるわけです。今度はこれをですね、プログラマーとしまして、 Python の言語仕様を説明してというふうに投げかけました。またちょっと右のボタンが赤くなってですね、少し考えています。これですね、API の3.5ターボというのを使ってますので、総合的な時間は皆さんが使っているフリーのチャット GPT よりはかなり速度は速いです。で、まあこのようにですね、Python はということでこういろいろ 教えてくれるわけですプログラムのことは案外よくわかるというふうに言ってましたがまあただ僕はアシストとして使ってるんですけれども間違うことも多いですねまあなんでそんな簡単なところで間違うのというようなそんな話もあるんですがこういう旅のアドバイダーというのをしてもらってそしてフランスの観光地をいくつかピックアップして。 確定にしておきましょうはい 深掘りをしないときは通常のチャット GPT とそんなに変わったりしないですけれども先ほども言いましたように僕はこの開発コードを見せながらですねチャット GPT にどういうのが一番いいでしょうというふうに聞いて帰ってきた答えですので全く良くないということはないと思いますまだでもこれから実験 やっていきたいわけですから皆さんもぜひとも使っていただいて本当に僕のこのチャット GPT が普通より強いかいやあんまり変わらないよとかですねそういうことももしよかったら教えていただきたいそう思っています例えばここで英語モードというふうにしたらですねいちいち英語にして とか英語で返しててとか言わなくても例えば「こんにちは」というような簡単なものでもこのように返ってきますし「花の種類を教えて」このように打ちましたらはい英語で返してくれます。ですから僕のプロググラミングが 全く効果がないということはないというのが分かっていただけたと思うんですね。えー、皆さん多分やってたらですね、英語で帰ったらいいのにな、いや、日本語で絶対返してほしいのに、勝手に英語になったりですね、えー、そういうのをもう経験されている方もいっぱいいてると思うんですけれども、このようにですね、僕のチャット GPT はだいたいですね、僕が示した専門家になってくれるということです。 その専門家についての資料は、このダウンロードしていただくサイトですね。こことかにもこのように出していますし、えー、もう少し詳しいということであれば、ここをクリックしたらですね、このようにどんな風になってるか、この API を使おうと思ったらですね、右側の方に書いてますように、 Windows の環境変数に Chat GPT の API を登録しないといけないんです。その登録の仕方とかも含めて書いてありますし、えー、こちらもですね、見やすく Excel にまとめて、そしてアップロードしましたので、この辺なんかも見ていただけるようになっています。今のところ、画面右にありますように Python で開発していまして、 そして今のところ最終行が370行ぐらいですね。まあこのぐらいの高度で書けるんですよね。もちろんちょっと画面周り凝ったりもしています。えー、どんなことを凝ってるかと言いましたらですね、再電面で固定しないとこういう風うにしたら後ろ行っちゃいますよね。 これ右クリックして一番下にですね、最前面で固定というふうにしますと、ちょっと縁がピンク色になるんですね。こうやって他のところの下に行かなくなります。そうしたり、僕ももう還暦なんですけれども、この還暦になってくるとこの字の小さいの見にくいですよね。ですから、これをですね、フォントサイズを変えたりできるようにしています。例えば一番大きい20ポイントにします。 OK したら、はい、このようにですね、文字が大きくなってくれて見やすいと。まあ、僕の仲間から先にテストをしてもらったりしてるんですけれども、これはありがたいなって言われる方がとっても多いです。やはりおじさんばかりなんですよね、お友達はね。<laughs> はい、そんな言ったら怒られるかな。ということで、いつでも本当のサイズをこのように、 切り替えていただくことができるようになっています。ぜひとも皆さんですね、無料ですから、このように使っていただいて、そしてチャット GPT の API は、もう情報もありますように、1000トークン。まあ1000トークンというのはちょっと難しい話は置いておいて、1000文字に近い応答って言ったらいいんでしょうか。そういうふうな形で、だいたい 0.0002ドル。このぐらいですのでですね。まあ多分、月に100円200円使おうと思ったらもういっぱい使えると思うんですね。僕のソフトは無料で使っていただいて結構ですのでですね。その API 登録というのと、そしてまあそれは OpenAI 社から請求というか引き落としになるわけですけれども、まあ使わなかったら別に カウントが上がりません。利用した数によって変わっていきますのでですね、そして3ヶ月は18ドルまで無料ですので、3ヶ月の間に使い倒してテストをしてみたりしてみてください。もちろんこの ChatGPT の API は こういう僕のソフトだけじゃなくて Google のスプレッドシートとかそういうもんでも便利にできます僕の動画にもですねそのスプレッドシートの便利な使い方ビジネスというか実用で言えば今僕がその Google スプレッドシートの使い方が一番実用的だなというふうに思っていますその解説動画もちょっと見ていただきまして 概要欄に貼っておきますので、ぜひともこのチャット GPT の API をうまく活用していただいて、えー、便利な AI 生活というかですね、AI の未来を AI に使われるんじゃなくって、AI を使い倒してですね、皆さんと一緒に情報共有していきましょう。何はともあれ、僕のソフトはバージョン1.3。 そしていろんな専門家モードが追加しましたのでぜひ便利に使ってください今のところ一般の人がいわゆるプログラムをしない人がですね簡単にシステムローブルに何か仕掛けをするということはできません僕のソフトを使っていただいたら僕のいくつか作ってある専門家モード以外にも自分でオリジナルに できる仕組みも作っていますその辺のところもちょっとマニュアルなんかを見ていただくと分かると思うんでぜひともうまく活用してください村長スタジオでしたまたね